はい、えー、皆様、えー、こんばんは。えー、今日は、はい、えー、ちょっとまた遅刻してすいません、えー。11月29日のボギーチャンネルでございます。はい、もうちょっとね、あの、片付くものが片付かなくて5分ほど失礼いたしました。本当に申し訳ございません。はい、今日はもう本当にとんでもない話題をね、いろいろお話をしていきたいと思っておりますけど、まあ今日も ちょっと電波の不安定なところなんで、えー、フリップでお送りしていきたいと思っております。さて、えー、今夜の話題、えー。沖縄でね、あのーまあ、猛予降るう沖縄左翼に立ち向かう、えー、警察官の方々の苦悩というのをね、今日ちょっとお話をさせていただきたいなと思っております。まあ最近私の方が えー、報道されない事実とハッシュタグをつけて、えー、動画を載っけているんですけど皆さんもご覧になっていますかね。はい。えー、報道されない事実、まあ。この報道されない事実であの検索しますといろんなものが出てくると思います。えー、最近特に私が重視しているのはあのインチキの使用のない動画をアップロード。 しているんですよね。なぜかと言いますと、えー、写真なんかを載っけるとね、どうしてでも、ボギーが捏造したとか、ね、加工しているんだとか、そういうふうに必ず何か文句を言ってきます。ところが、ところがですね、動画を載せると、何一つ、反論できないんですよ。はい。動画を載っけちゃうと、何一つ、反論ができない。 例えばこれはね名護署の前で、えー、警察官に向かって、まあ、いわゆる県外から押しかけたニラオ君と、ね、あの頭のちょっと光ってる方が、えー、警察官に嫌がらせをしてるところなんですけどね、まあ、こういったことが沖縄で日常茶飯事になってますけどあいつらにしてみるとこれはまたボギーの捏造だというふうに 言うんでしょうね。まあでも最近この動画をね、どん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 投下しています。特に今日投下した動画というのは、この警察官の方がね、脅迫されている動画をちょっと投稿させていただきました。まあこの沖縄で警察官がどのような思いで、えー、こういったね、反社会的勢力と まあ、退治してるかというと、本当に辛い思いで、頑張ってると、言うしか、ありません。まあ、ネットでは、沖縄の警官は何をしてるんだって、お叱りの言葉をよく私は受けますけど、みんなね、できることを精一杯やっています。やってるんですよ。ね。でも、ここで、彼らに許されているのは、えー いわゆる活動家たちを挑発するなと。彼らを刺激するなと。できる限り刺激してはならないというふうに、かなり上の方。はい。あの、もう、あまりね、詳しく言えないんです。かなり上の方から、彼らを絶対に刺激するなと。いうふうにね。 言われてるんですよ。玉木デニーがう々ぬとかのレベルじゃありません。もっともっと、まあ、これ以上言うと何なんで、とにかく刺激するなと。だから現地の警察官は、まさに手足をもがれたような感じになっているんですよね。はい、もうサンゴハートさんもお察し、サンゴハートさんはまご存知だと思うんですけど、まあ、他の皆さんぜひまた、 はい。あの、お察しいただければと思います。あの、私も言えることと言えないことがあります。でも、察してください。かなり上の方からそういった指示が出ております。ですから、沖縄の警察官、現場で手足を曲がれたようになっています。迅速に動くことすらできない。あの、目の前でね、車が止められていても、 上にこれを報告して指示を得てからでないと排除すらできない <laughs> 状況にあるんですよ。普通は目の前で車が止められて取り囲まれたらすぐ助けに来てくれると思いますよね。違うんです。一旦その状況を、はい、状況を名護市に送り、名護市から沖縄県警本部に送って、それから やっと指示が出てくる。今、サンゴハートさん書いてます。暴行の現場にいても排除のみ、それなんですよ <coughs>。逮捕する権限与えられてないんです。はい。排除はしても逮捕する権限をね、持たされていない。勝手に逮捕するとなんで逮捕したんだと今度上に怒られるわけなんですよ。そんな中でね、 彼らの罵声を受けながらこうして、まあ、頑張ってるのが、まあ、沖縄の警察官の皆さんだと思っていただければいいかななんて思うんですけど実はね彼らはそういった警察官の姿をね撮影をして YouTube とかで堂々とね公開してます <laughs> これ34歳ですよ ね。妻も子供もいる、多分、警察官だと思います。どんなして名前が分かったか分かりませんけど、一人でも名前がわかると、その方を徹底的にマークして、バリ雑言を浴びせるんですよね。バリ雑言。はい。香港と同じでないのが事実と。香港で警察官に向かってこんなことやったら、もう完全にぶん殴られて、 逮捕されてますよ。沖縄では逆なんです。警察官が彼らに攻撃されてるんですよ。これね、実際の <laughs> YouTube では、顔もね、モザイクなし、名前もね、実名をそのままです。これ、奥さんとかね、子供がいたら34歳だから多分小学生、小学校3年生ぐらいだと思いますよ。 こういうのをね、例えば保護者の方が見て、子供も一緒に見たら、何々くんのお父さん、<laughs> インターネットの、インターネットに出てたよ、なんて言われたら、どうするんですか自分たちがこんなことされたらね、プライバシーの侵害だとかね、肖像権がとか言って大騒ぎしますけど、平気でこんなことをやる。<laughs> 実はね、実は、 あのー、名前をね、晒すだけじゃないんですよ。こんなことまで書きます。<laughs> 恋に市民の肋骨を折った犯罪者。恋に市民の肋骨を折った犯罪者と、字幕までつけます。字幕、そして、 顔もさらす、実名もさらす。はい。そして、この子も。ご覧ください。このも、もあの、どう猛さ。まともではありませんと。どう猛なのはどっちだよっていうふうに私言いますよ。ね。たった一人の名護市民をね、大勢で取り囲んで、警察官の前で襲った人たちが、ずっとどう猛じゃないですか。我々の、 戦友の一人に、沖縄産ゴハたさんいますけど、彼がね、たった一人でいるときに取り囲まれて襲われてるんですよ。そんな連中が警察官に、このね、あの、どうもさと、まともではありませんなって,言ってる。いや、まともではないのどっちの方だよっていうふうに、私、思いますよ。はい。そして、こういうことも書きます。 はい、これ実名です。実名。もう、不憫で画像処理しました。今日ね、さっき。画像処理したんですよ。市民弾圧で国からボーナスをもらった男というふうに書いてるんです。市民を弾圧し、ボーナスをもらった男なんて書いてます。ありえますか ちょっとね、今、皆さんのところに私、リンク貼りましたけど、ここでね、この、若い警察官の実名と、ノーカットで顔をさらしてます。そして誹謗中傷してます。彼らは言うんです。警察官を公務中だから、さらしてもいいんだと。はい。秀樹さん、肋骨を折られたと、免役者もいました。大げさにと。 そうですよね。しかしね、後で皆さん動画見てほしいんですけど、これ、奥さんとか子供がいたら本当に泣きたくなると思いますよ。公務員だからじゃあこんなしてね、実名、年齢まで出して、顔を出して誹謗中傷していいんですかありえないでしょ。こういうの。 いや、こういうのがね、沖縄のいわゆる、あの、平和非暴力の、はい、えー、抗議活動なんて言われてる人たちなんですよね。いやー、しかし、本当にありえないですよ。はい。そして名前を読んでね、犯罪を暴かれた瞬間、逆切れ、暴行開始と、いわゆる、 排除にかかってきたら暴行開始と言うんですよ。まあ、後で皆さんが動画見てもらえればわかります。そんなことをやってるんです。結局自分たちがね、はい、排除されたら暴行だと。自分たちが違法テントを張ったら表現の自由だと。自分たちが撮ってこうして公開するのは OK なんだけど。でも、自分たちが取られるのは、 肖像権とかねプライバシーの侵害だって言うんですよもうね逮捕しちゃっていいと思いますもうこんなの連中をねはいこんな連中をねやっぱり見過ごしてきたから私はどん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 ねはいのさばったと思うんです そしてこんなことも書きます。テント前を襲撃した警察はと。じゃあ沖縄産後ハートさんを襲撃した平和団体はってどうなるんですか沖縄産後ハートさんを襲撃した平和団体はと。いやー、しかし本当にあり得ない。セイラさん、34歳。 歳子がいたとしたら多分子供さんは小さい。そんな人を公務員だからといっていじめる基地反対の活動家について、これが半基地の人たちの平和と。そうですね。中佐も襲撃されました。私も、ね、叩、殺してやるからなと言われましたよ。すごい平和ですよ、彼らは。うちら側の人間がそんな汚い言葉使ったの聞いたことない。 ね、沖縄の民族派っていうのもいますけど、彼らもこんな汚い言葉使わないですよ。いや自分たちがやってることをね、相手になすりつけるんです、この系統の人たちは。はい。そして、警官のことを、カラスのように群れをなして立ち去ったと。警察官がカラスだったら、じゃあこの連中何なんですかドブネズミじゃないですか。 ね。ドブネズミ。ゴミの匂いを体中にまとってね。群れでわら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 動いて。本当にクズですよ。こんなことをする連中が、まあ沖縄で平和団体とか、非暴力とか言われてるんですよね。まあですから今日、特にツイッターに上げた動画、非常に やっぱり問題の多い動画をね、いくつも私、上げております。まあ皆さんもご覧になったかと思いますけど、先ほど私が言ったように、ハッシュタグ、あの、報道されない事実ということで、はい、一番新しいやつは、えー、警察官の顔写真をね、貼,貼っちゃって、ネット全国巡回写真展といってね、 警察官の顔をさらしてる動画。これがね、今、8100回再生されて、リツイートが938回。はい。これも、彼らのテントに行って実際に撮影をしてきたやつです。こうしてね、警察官がいかにも悪いというふうに写真を撮って、そのまま貼り付けるんですよね。はい。それと、あと、えー 二万一千回再生されているのが、はい、えー、この報道されない事実。沖縄の警察官は何をやってるんだという声を多くいただきますが、えー、現場の警察官は平和を語る反社会的勢力に、えー、妻や子供を調べ上げられ、自宅前で外戦するぞと脅される現実があります。狭い島です。見晴れすれば、近所であらぬ噂を立てられ、 子供すらいじめの対象になりかねないのですと。まさにその通りなんですよ。警察官の顔写真撮ってみんなで回し合って、あ、これどこどこの誰だとなると、ね、名前を今度呼ぶんです。彼らね、名前を呼ぶんですよ。名前を。はい。名前を呼ぶとね、相手がひるむと思ってる。 だから、あいつら私の名前、そっちを呼びますよ。テッドコーンって呼ぶんですけど、私、どうもって言ってね、全然気にしないんです。でもね、一般の人が、ああいった連中にみんなでね、名前呼ばれて、帰れ、帰れとか言われたら、そこにいられないですよ。ね、名前がバレる、顔がバレたら、今度、はい、どこに住んでるとか、ね、どんな子供を得るかとか、そういったことも全部、バレちゃうん。 ですよ。そういったことを平気でやるような連中なんですよね。しかし本当にこの動画のね、破壊力っていうのは本当に私すごいなと実際自分でも思っております。まあ本当に少ないやつでも8000回とかね、5000回とか再生されてますし、リツイートもすごいですよ。このいいねだけでもね、この警察官の顔写真を貼ってる動画だけで1400 あります。1400ですね。そして、この、警察官をね、脅迫する山城博士の、あの、動画に至っては、リツイートが1800、いいねが2600、再生が21000。これだけの人たちがやっぱり見てくれているんですよね。で、なんで私がこういった、あの、動画をね、今日上げてるかというと、最近、私が上げてる動画を見て、 やはりこの愛国者の方々から沖縄の警察は何をやってるんだと。沖縄の警察は左翼とグルなのかっていうそういう手厳しいご指摘をね、やっぱりいただいております。私が投稿したね、こういった内容で沖縄のね、現場の警察官の方々が誤解されてるっていうのは非常に私としてはやっぱり心苦しい。だったら彼らのね、 そういった濡れ気にを晴らすしかないっていうことで、私が持っているライブラリーから今日、えー、資料を上げさせていただきました。彼らはね、一生懸命捕まえたいんですよ。本当はね、目の前で逮捕したいんです。目の前で罵声を浴びせてね、侮辱するような連中をね、とにかく公務執行妨害で引っ張りたいんです。でも上からの許可が下りないんです。耐えかねて逮捕して、ね、書類を書いて、 創建したとしても不思議なことに、知見では不起訴になって、無罪放免になっちゃうんですよ。どこぞの、なんとか太郎も、なんかね、ゲートの前で電灯を奪って20メートル走って逃げて、ガチャリとされてやってるのに、不起訴だから本人は問題ないなんて嘘吹いてますけど、こんなのが何度も何度もやっぱり続いて、 いるんですよ。ね。今、セイラさん書いてます。上からの許可は降りないし、逮捕しても知見の段階で無罪方面と。おかしいですよ。沖縄の警察官頑張ってるんです。一生懸命。ただでさえね、140万県民に対しての、はい、数しかいない警察官が、これプラス、約1000万人の 観光客も相手にしないといけないんですよ。こんな県どこにあるんですか ?140 万県民に対応した警察官しかいないのに、沖縄に来る観光客だけで1000万人、ね。1000万人分の負担を抱えてる中で、こういった連中にまで立ち向かっていかないといけないんですよ。沖縄の警察官は。だから疲労困憊だと思います。その上に、 どんなに罵倒されても決して挑発に乗るなと。彼らにはできるだけ丁寧に対応しろと。上にそう言われてね、歯を食いしばりながらやってる人たちいると思いますよ。だから、沖縄の警察官がね、あの、排除ばっかりして何もしないんじゃないんです。排除しか許されていないんですよ、現場では。 それを止めてる力がね上から働いてるっていうことでそういった力というのは力というのはとにかく彼らを刺激してことが大きくなるのを避けようと適当にガス抜きをさせとけばいいんだからとそういった感じなんですよ実際そうですどのレベルの話とは申し上げられませんが 上の方では、ね、完全に弾圧するよりは、ある程度ガス抜きをさせておけと、そういう感じなんです。でもそれってね、現場で頑張ってる人たちに、瞳悟空になれというのと一緒なんですよ。警察官しかり、解放の職員しかり、ね、そして米軍のね、軍警、MP の方々しかり、みんな耐えてるんです。 彼らの応暴にね。だから、沖縄の警察は左翼とグルなのかとか、何もしないんだったら恥を知れとか、そういったことをね、私が投稿した動画にコメントで出てくるととっても胸が痛くてですね。私がこういった動画を投稿したせいで、沖縄の警察官の方々が誤解されてるんだったら非常に申し訳ないっていう気持ちになった。 だったらその濡れ衣を晴らすしかないっていうことで今日はね、動画をいくつか上げさせていただきましたよ。不思議なことに、動画を上げるとなかなかね、あの連中反論書いてこないですよ。裏でごちょごちょやってます。はい。裏でごちょごちょやってます。私見ました。 この動画への反論っていうのをね、見てきました。すごいですよ。私が乗っけてる動画、あの、ハッシュタグ、報道されない事実というのをね、どんどん上げてる、あの、デマゴギー、ボギーがやってるけど、あいつはこんな人間だと。反論してるかなと思ったら、何かと思ったら、幸福実現党の方々と、私が写真に写ってる、乗っけてるだけ。 それを載せたら、私が載ってる動画の信憑性が下がるんですかね。つまり彼らはやっぱり動画に対して反論できないということだと思うんですよね。写真だったらいくらでも加工できます。ね、顔をすげ替えることもできます。でも、動画はそうはいかない。だから私が今やってることはいかに彼らにとって 非常に都合の悪いことなのか。っていうのがね、やっぱあらわになった。そして動画に対しては何一つやっぱり反論ができないっていうことも明らかになったんです。ならば、今持っている動画をね、どん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 やっぱり乗っけていくしかないなと、私はね、実際にあの、 思っておりま,すまあそういった中で今日もう一つすごいね特に拡散希望リツイートといって載っけてる動画がありますいまいちこれはあの皆さんの関心が薄い動画なんですけど私はこれがね沖縄の反基地運動家のね薄汚い一面だというふうに思っております違法テントの反社会的勢力は 自らの身を守るために子供を動員します。自分の息子や娘から預かった孫を違法テントに連行し、機動隊の盾として利用するという鬼畜の発言がこの動画に収められています。沖縄の警察官は、こんな卑怯な連中と対峙せざるを得ないんですと。つまり、座り込みでもね、 その最前列に子供を座らすことで、警察官の強制排除をね、遅らそうとするんですよ。メディアも全く報道しないですよね。時々、タイムスさんが、どこどこの保育園の方々がテントを激励に訪れました、なんて書いて帰ってますけど。あんなね、4歳、5歳の子供たちが、テントに来てね、そこにいるジいバーバーに手を振って、 基地の何がわかるんですか何にもわからないと思いますよ。そういったことをね、平気でやっている。はい。ですからそういった動画もね、やっぱりどん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 リツイートしてほしいし、不思議なことに、これだけ問題のある動画をね、ガンガン乗っけているんですけど、どこの マスコミからも。はい。不思議ですよ。どこのマスコミからも何一つ、その動画使わせて欲しいとか、そういった要望が来ません。取材の申し込みも来ません。これってどういうことなんでしょうか皆さん。ね、特にあの、 今日じゃなくてアーカイブで見る人たちにも私問いたいんですけど、なぜ私が上げている動画の数々、写真の数々が沖縄のメディアどころか全国のメディアも取り上げようとしないのか。これってね、やっぱり後ろになんか触れてはいけない大きなものがやっぱり隠れてるんじゃないかと思います。それはもう イデオロギーとかそういったものじゃなくてもしかすると国家レベルの何かが後ろに隠れてる可能性があると思います。ここまでね、これだけやっぱり何万回も再生されるような動画をやつぎばえに乗っけといてマスコミから何一つ反応がない。なんとか太郎が香港でね、マスコミの皆さん ぜひファクトチェックをやって、助けてくださいって言ったらすぐ、助け舟が入りましたよね。あ、ゆとゆかりさん、こんばんはん、こでございます。私、それ以上のセンセーショナルものバンバン乗っけてますけど、どっからも来ない。そうですね、セーラさん、サタン。サタンのような国が確かにありますよね。サタンでございます。はい。 サタン私はあの国はサタンだというふうに思ってますよそうですね入手女子の一見で分かるけど取り上げると沖縄差別沖縄兵と連呼する暇人がわんさか来る異常ですとどこも取り上げないいや使わせていい動画たくさんあるんですよ 希望があれば。でもね、私が今公開してる動画なんか、これ地上波に乗ったら、沖縄の平和運動、一瞬にして、吹き飛びますよ。非暴力のね、抗議活動っていうの、実態っていうのが、こんなもんだっていうのが分かったら、一瞬にして吹き飛びます。サリンド、クルサリンドなんか、あれって見た人全部聞くでしょ。やっぱり。そしてね、 黄色い線を越えてるのに、越えていないと報道したメディア、どこぞの新聞、記者二人入ってましたけど、それってファクトチェックどころか、熱情な、熱造じゃないかっていう風になっちゃう。決して触れようとしない。やっぱりね、東京都の尖閣基金で、私沖縄にやっぱりテレビ局作った方がいいと思いますよ。正直ね。テレビ局作って、 ね、自分たちでスポンサー探して、ね、何言われても BPO に言われようが何だろうが、なんだ BPO なんて関係ねえっていうことでガンガン流すと、サンゴハートさんみたいに実際に襲われた人のインタビュー乗っけると、そういった風にして放送しないとね、誰かが腹くくってそれやらないと、日本は本当にダメになりますよ。沖縄のこの平和運動の現場っていうのは戦場なんですよ。 日本決して平和じゃないんです。平和平和と言ってる人たちが戦争を起こしてるんですよ。犠牲者もいっぱい出てるんですよ。社会的地位を奪われ、名誉を奪われ、生活の糧を奪われ、路頭に迷うしかない人たちが続出したんですよ。それをね、きちんと報道するやっぱり報道機関っていうの。 私作るべきだし。いつまでもね、本当に尖閣基金、塩漬けにして寝かさないで、ね、この尖閣諸島を有する沖縄に、きちんとした放送局作って、そこから事実をガン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 流すようにした方がいいんじゃないのかと、いうふうに私思ってますけど、今の東京都知事じゃ、そんなことをやらないかな、なんてね、思ってます。なんや国に、 あの、衛星作るためのお金として寄付するなんて言ってましたけど、まだ寄付はしてないと思いますけどね。あれ誰が使い道決めるんですかね。そう。サンゴハートさん書いてる。後ろからの援護もない。本当にないんです。腹くくって顔出して言葉発せればね、後ろから誰かが支えてくれると思ったら誰もいないんですよ。 しかし、このままじゃいけないと思って突撃をすると、メディアにも目をつけられ仕事を失う。そんな状況が今の沖縄ですよ。保守系の企業もあります。でもね、助け船出してくれない。なぜなら、助け船を出したと分かれば、あの会社はネットウヨをね、助けた会社だっつって、散々に誹謗中傷される。 それが怖いんですよ。だから、見て見ぬふりをしてるのがい一番いいんです。沖縄では。だから誰も助けてくれないんですよ。そんな中でね、戦ってるのが、サンゴさんとか自分とか、ヨダさん、そんな方々が、本当にね、武器弾薬もつき、 食料も水も絶たれ、まさに石つぶてを持って戦うしかなかった、沖縄本島を南部に追い詰められた、航軍兵士と同じ思いでずっと戦っている。だからこそこうしてね、皆さんが、遠くから来てくれるのは、まさに、沖縄を見捨ててないんだぞって,って、言っカノヤやね、県軍から飛んできた、 特攻機の日の丸そのものなんですよ。だから自分嬉しいんですよ。こうして皆さんが来てくれてコメントしてくれて一人一人が日の丸に見えるんですよ。74年前ね、沖縄本島南部に追い詰められて本当にもう何もなくて空を見上げるしかなかった人たちにとって唯一の希望っていうのは本土から飛んできた特攻機 の広まるだけだったと思う。本当に、そんな思いでね、今、沖縄戦ってる人たちが、たくさんいるんですよね。ですから皆さんには、これからもやっぱりずーっとね、この第二の沖縄戦を戦ってる、国を愛する者たちを決して見捨てないで、欲しいんです。今、サンさんも書いています。沖縄県民は、つっ,ってね、全部一唐揚げにして、 見てほしくないんですよ。あ、ハチさんどうもありがとうございます。沖縄では今もう圧倒的物量、兵力でね、私たち追い詰められてます。何か言うとマスコミっていう力,力で叩かれます。サンゴさんもしっかり私もこの前実名書かれました。もうね、実名書かれたから遠慮する必要ないと思って、私ガンガン書いてますけど。 これからもやめませんよ。マスコミが報道しないんであれば、我々が報道しましょう。ね。現地に入ってどん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 、いろんな情報を拾ってきてね、皆さんに伝えましょう。それとね、時々書き込みで、こんな状況だったらなんで突撃しないんだっていうの言葉もある。じゃあお前がやれって言うんですよ、私たちは。みんなできることっていうのはあるんですよ。 自分は安全地帯にいて、こういったね、私たちが提供する情報を見て行き通って、その情報提供したやつにお前突撃しないのかって、それって特戦隊のやることですよ。ね。だったら自分が行けようと、沖縄まで来て突撃したらいいじゃないかと、そういうふうに言う人に限って絶対そういうことしないですよ。 そうじゃなくてこうしてね、毎回毎回本当に忙しい中来てくれて、言葉紡いでくれて、背中押してくれて、そういった人たちの方が私にとってはやっぱり勇ましいことを言う人たちをずっとね、一緒に戦ってるっていう実感があります。だから私は同志とは言わないで、戦友って言ってるんですよ。本当にここに来ていただく方々一人一人が、 私のね、戦友であり、決してお金では買えない大切な絆だと思ってます。だから、これからもどんどん沖縄の現状っていうのを発信しますから、ぜひ皆さんの方でもね、広報からの支援、シェア、拡散、はい、そういったのをね、やっぱりやっていただきたいなと思っております。ということで、今夜のボギーチャンネル、沖縄で頑張る警察官の 濡れ衣の晴らすためにいろいろお話をさせていただきました是非皆さんねこの警察官に対しては頑張ってくださいっていう言葉を書くだけで彼ら見てますんで見てるんです書き込みしないだけですごい喜ぶと思いますんでねいろいろ制約あるかと思いますが頑張ってくださいと何かあったらみんなで応援しますっていうことで沖縄の警察官そして 解放の方々を励まししててやっほいなと,思っておりますということで、えー、今夜の放送、これにて終了させていただきます、えー。明日も、すいません、22時半でございます。明日も予定が入ってますんで、22時半となりますことを、えー、ちょっと最初でご了承いただきたいと思います。では、えー、皆さん、また明日お会いしたいと思います。ありがとうございました。